えー、こんにちは今日は「単二章の第12回目になります短2章を読んでいます、えー、音読をするために印つけをしてそして多少は内容について考えてみたいと。でこれはあのー、古い文章ですから、えー、今の我々が読むのには大変苦労するわけですけども。 なかなかこういうものは近づきがたくて、えー、まず文章そのものをきちんと読むための努力が必要だとそれを私は「印付け」という方法でどこまでできるかなということを確かめてますんで。 でお断りしておきますけどこれを聞いても、えー、この内容の解釈というよりはほとんど表面の文の構造の分析が中心になっていますので、えー、仏教についての解説とかあるいはその解釈についてはほとんど触れずに私が読んでいきますので、えー、そうよろしくお願いいたします。 で今日は第8条ですこれもちょっとあの7条7条に続いて短いのでちょっと安心をするんですけどもね、えー、どんなことが書いてあるか読んでいこうと思います。で基本的にあの主部みたいなものはね丸をつけてるんです。主部あるいはテーマですねでそれがどうだというところには線を引いてますすそんなやり方です、えー、頭からいきます。 念仏は業者のために非業非善なりあ、これいいですね念仏というものはその修行をする者にとっては非、えー、業非善だと非というのは否定ですけどもね非業というのは行動ではないというのかしら 良きこといいことをしてるってもんじゃない何かを行動してるってことでもないし良いことをしてるってわけでもないとねだから行っていうのは何かの人に対する行いでしょうかね非善っていうのはいいことだよって言ってねだからやってるってわけではないと、うん、いいことをするこれも善を行う善と行で善行ですけどもね良き行い 念仏、ね、そのものはよく行いというわけではないということかと思います。がはあられば自分のやるはからいて自分の考えからやっている行いではないんだと。あらざればと。自分の何か考えから実行していることではないんだと。 だから「非行」という。で我が計らいにて作る善にもあらざれば「非善という。ちゃんと説明してくれてます。自分の計らい自分が行動するっていうことでやってることではないから「非行」というんだと。で自分がやろうと思って善を作ってるわけでもないんだだから「非善だ」と。 でこれで出てきますね「ひ,とえにですひたすら」とかねあのひたすら全く完全にその「ひとえにたりきにして自力を離れたるゆえに業者業者でしょうね行者のためには「非業非然なりと」とうんあんまり難しくはない用語説明になってます。 だ、えー、だからたりきなんだとこれも繰り返し出てくるんですけどね「他力」「自力」っていうのは繰り返し出てるんだけどまあ,あのよっぽど解説聞かないと私まだ分かんないんですけど「他力」というのは自力っていうのは何か人間が個人としてというと変ですけど今の近代の現代の人たちが。 自分,自分が自分がっていうことでやたらとこう自分を頼りにして何かやるんだけれども実はそれよりはもっと大きな「他力」というようなねまあ私の言葉で言うと私はお天道様に顔向けできないなんていうことは結構好きで言いますけどもねだから自分よりはるかに大きなものがあってそういうものの中で人間が生きてるそれは他力と自力なんでしょうと,というわけで。 この「八条」というのはどうもその人間の自力でやろうとするということよりも「他力」広い意味でのそういうものに身を任すというと変なんですけどもそういうものこそ大きな力があってその中で自分が生きているというねそういう自分のまあ文っていうんですかね自分の位置をどう考えるかというそういうことが書いてあるような気がしますね。 ででは、仕上げで読んでみます。念仏は行者のために非行非善なり我が計らいにて行ずるにあらざれば非行という我が計らいにて作る善にもあらざれば非善というひとえに他力にして自力を離れたるゆえに 行者のためには非行非善なりと云々なかなかよく読めたんですけども果たしてあの行者は行者でいいと思うんですがねそんな読みの間違いとかあるか、まあ、およそちょっと短くてわ、えー、かりやすい条文だったというふうに思います。えー、どううもありがとうございました